トーマス・スレード・トーマス・スレードは、イギリスの造船技師。代表作は、トラファルガー海戦で、ネルソンの帰還だったビクトリーである。大部分のイギリス海軍搬送軍艦の設計者たちと同様に、トーマス・スレードのキャリアは、王立造船所の船大工として始まった。彼は1744年にウリッチ造船所の船、大工長補佐に、1750年11月22日に、 プリマス造船所の船大区長になる。1752年3月15日には、ブリッジに戻って一時的に船大区長を務めた。6月17日には、チャタム造船所、翌1753年3月15日には、デッドフォード造船所に赴任し、そこでの勤務は1755年8月5日まで続いた。その後スレイドは海軍協。 ジョージアンソンにより官邸監督官に任命される。彼は1771年に死ぬまでこの職にあった。スレードは最初の10年間はウィリアム・ベイトリーと1765年6月からはジョン・ウィリアムスと共に監督官を務めていたが在職期間を通じて彼が専任者とみなされていた。スレードは監督官としてイギリス海軍の74門戦列艦とフリゲートの 一般的設計を作り出した。ダブリン級に始まる彼の74門艦は、オーストリア継承戦争で捕獲された、フランスの同等艦に対抗するもので、イギリス艦艇設計の潮流を変化させた。少なくとも46隻の74門艦が彼の設計に基づいて建造されており、最後の1隻は1789年に浸水した。ありがとうございます。